遠い接続詞の眺め方3ノットの後の「バット」にマークです。はいということでねこれはね皆さんご存知のノット A バット B とかねいわゆる公文とか呼ばれるものの最初の頃に学んだ話なんですけれどもねそれをもう一度ね重要さを確認していいいきたいと思いますそれでは早速スタートです。 はい、それでは例文です。ご覧ください。こちら、バン The most important thing is now what you say, but how you say it. です。はい、ということで単語自体はまあそんなに難しくないけど、ちょびっと難しいの。何が難しいのかっていうと、長々としてる時には and とか but とか来るよねって言ったんで、今回確かに but があるのよ。 でバットも遠い接続詞という名前つまりののお仲間なのだからバットの後ろに来るものを見てバットの前に来るものを見ると何と何が並んでるかっていうのがすごくよく分かると思うの。でアンドの時も言ったでしょ短い時は前から見ていいんだけどアンドの後ろが長い時はその長いのを押さえてアンドを繰り越してっていう感じだったよね。そうすると今回バットの後ろが それをどのように言うのかっていうこの塊が見えるわけあそっかじゃあなんか How から塊だからさかのぼってあった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  What you say これでいいよねはい並んでるもの見つかりました What you say と How you say it ですじゃこれでいいまあ Mean だけど実はねバット単独で 一つの文があってカンマバット次の文っていうこともあるんだけど今回こちらはいノッットト…バテン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 というふうにノットとバットがみんな今から来るよっていう予告をしといてバットで今回の場合ノット a バット b なんて言って a じゃないからね b な,かん、b、なんだからね。 ということでノットは予告の信号違うよっていうことと予告の信号で本当に言いたいことはバット以下なんだからっていう形にもなるのはいじゃあねここまでのところでもう役もできたしイメージも取れたと思うんですけれども TK's ポイントで今言った話もう一度確認ねそれじゃあ行ってみます TK's ポイントはいこちらノットの後のバットにマークという はい、バットの後には本当に言いたいことが来るのいい。本当に言いたいことが来るの。これはね。さっきも言った通り、一つの文が来て、バット。もう一つの文の時もそうなんだけれども、部分として部分として使うこともあるの。それがノット a バット b の形なの a じゃないんだからね。b なんだからね。っていう風に使うわけ。 だからもしねここの部分にカッコつけていいんだったらこっちなんだよっていうことこっちなんだからねっていうことなんですですから A が一般的にね一般的にこれこれだと言われてるそれも分かってますでも本当は B なんだから的な感じで捉えてほしいんです一般論と主張とかね今までの考え方と新たな考え方とかそういう形でね対比が見えてくるわけ で下も一緒。The only A but also B。A だけじゃなくて B もなんだからね。はいここでバットがあるからうおーって思うんだけれども予告で Not only があるわけ。これなんかもうね Not A but B とほぼ同じ時期にいわゆる構文として教わったと思うの。でオルソーが消えちゃう場合もあります。で後ろにオルソーの代わりに as well なんていうものをねね as well これれもももオルソーと同じ意味ですすけれども使ったりるる場合もあるんですはい。でこの場合も A だけでなく B もだからねみんなはさ A って思ってるかもしれないけどむしろこっち大事よってな感じ普通は皆さん A を思い浮かぶでしょうしかし新たなこれだっていう形下の場合は足し。 上の場合は否定して示すっていうことでそれぞれの働きはあるんだけれどもいずれにしろみんなバットにくるりんバットの後ろが大事なんだからっていうことを分かってほしいんです。はいということでねこの組み立てバットの後ろに注目、ね、先生くるりんって恥ずかしいからシュシュシュでもキュキュキュでもいいですかあ何でもいいよギューンでもドーンでも何でもいいんですけれどもバットの後ろに注目ってことが分かればいいの。それじゃあ戻るよトゥー はいそうすると今回訳こうなります最も大切なことははいね何を言うかでこれ何って言ってもいいしねえーえー、あなたの言うことうんどちらでもいいですよ前後関係ないからね。 ではなく。どのように。言うのか。である。はい、こうなります。いいかな。まあ、本当はね、何とどのように。っていう方で疑し、疑問詞疑問詞でとってもいいんですけれども。ね、えー、質問っていうか、うん、でも、先生はとことって訳したい。そうなの、はとはね。 ことって訳すればい,いと何どんなって訳すればい,いと2パターンあるからこっちがいいと思うの「何よと「どん」のようにが並ぶからでもこっちが絶対ダメっていうわけじゃないからね。ワットの時はは種類あっっててより良いいい方をを選ぶっていう癖をねはいということで今回はねえ何を言うかではなくどのように言うのかはいこれがね本当に言いたいことです。 はい、分かったかな？ノット A、バット B。特に注目してほしいのがバットの後ろ、バットにくるりんでドーンと訳せるようにしてください。ポイントバッチリだ。練習です。問題はこちら。次の英文を日本語に訳してみよう。二つ用意しました。 じゃあまず一番からねこちら。That what he said made her angry です。さあ今回どうでしょう。まあバットからバチって見てもいいしね。もうさっきの流れでああ頭にノットがバインってきたからこれ後ろにバットがあるんじゃないなんてほらあったっ。こういう見方でも全然いいからね。ノット A バット B の枠組みがわかるとこういう形。すると本当にこの枠組み合ってるの。 そうだねバッタの後ろを見た方が分かりやすいから「But what he said で」で遡ってこうなんて見ると形的には完璧です。いいですかでこの読み方に関してはでも先生そんなのネイティブと同じように左から右に戻んないで読みたいそうもちろんそれが、うん、正論よそれが絶対正義です。ただ練習段階なのでせっかく止まっている英語なので形を取る。 取りやすいように読ませてもらってます。いいですか。先生、左から右にギューン。それ正規で。でもまあ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 まずはっていうことね。はい、じゃあこれね、A の塊じゃなくて B の塊がメイハンが怒り、彼女を怒らせた。役イメージできたかな。はい、こちらです。ドーン。彼がやったことではなく、彼が言ったことが彼女を怒らせた。 はいこうなりますメイク人形容詞で人を形容詞の状態にするだからまあ彼女を怒らせたとこうなるわけですけれどもねはい今回は彼がやったことではなく彼が言ったことっていうのが Not A but B の枠組みにはまっているということですはいバッチリですねじゃあ2番行ってみましょう Tom sees me Not as a friend But as a rival in love はいこのようになってますどうですこれね、まず一つポイントとしてはね C A as B で A を B と見るとかあと見なすって言ってもいいでしょうはいこれちょっとねヒントで言ってますはいじゃあ今回 トムは私をノットお先生まさかノットの枠組みはいそうですノット A バット B というふうに考えるといいわけですねそうすると今回は B の1ではなく B の2とみなしているトムは私を B の1ではなく B の2とみなしているこのようになるって考えればいいよね さあじゃあ頭の中で訳できましたはいこうなりますドントムは私をね B の1友達ではなく恋のライバルとして見ているはーい友達ではなく恋のライバルと見なしているとこのようになっているわけですいいでしょうかはい 上下2つ確認するとノット A バット B ワットの塊と塊そしてね下はノット A バット B アズ何々とアズ何々の塊このようにねノット A バット B の枠組みの中もやっぱり同じ形が来るよっていうことがね基本中の基本ですはいということで1番2番バッチリですね

Not only but also はいこの枠組み見えたねでディストラクションですそしてこれ ED で終わってるけど名詞なのねで Between the two countries これ就職後だからさカッコでくっといた方がいいんじゃないえ、なんで先生なん考二国間の憎しみでよくないうん。でもさ二国間におけるまあね、えー 破壊とかさ、死とかも言えるわけじゃん、あっちの国にも死んじゃう、こっちの国にも死んじゃうとも言えるんだよね。はい、ですから、このビットウィンザトゥーカントリーズ。先生、破壊と死、それだけじゃなくて。二国間の憎しみ、うん、こうかけてもいいし。ね、二国間の間に、こういったものを残したということでね。このビットウィンザトゥーカントリーズの位置づけがね。ちょっとね、どっちにかかっても、または片方だけでも通じちゃうんだけど。見えた。 はいじゃあちょっと難しい文ですけれどもね訳作れたたかなはいこのよううにししてみましたどうぞンその戦争はその2つの国の間に破壊と死を引き起こしただけでなく憎しみも引き起こした。はいということでこの役はね「Between the Two Countries」がこっちにもこっちにもかかるように訳してみました。 でももちろんねその戦争は破壊都市を引き起こしただけでなく二国間の憎しみを引き起こしたでもいいですよ。ただまあ戦争はね、うん、一つの国じゃできないから二国間の破壊都市で二国間の憎しみと両方にかけてもいいわけです。はいということで、ねまあ、二つの国の間には就職後でほっといて「破壊都市だけでなく「憎しみ」。 というふうに、ね、2つが並んでいることがわかるはずですはいなんかこういうさちょっとむずい文もなんだ枠組み見て並んでいるものを気づけばいいんじゃんそう思えた人かなりレベル上がったよね、だからあとは単語を覚えて熟語を覚えて枠組み知ってるからどんどん読めばいいんですね。はいということで今回の3番ポイントバッチリだね はい、というわけでおさらいですこちら、ノットの後のバットにマークバットの後には本当に言いたいことが来るんですで、これはねいつでもそうなんですけれどもノットが来てバットのパターンがまず頭にスッと入りやすいのでこちらから学んでみました A じゃなくて B なんだからね A だけじゃなくて B もなんだからねいいだからいきなりバット見ていいんですよバット見ていいんですけれども おーいバットが来るよっていう予告の働きのノットもお忘れなくということでした。はいということで今回もポイントばっちりつかめたかな。